どうも、食の贅沢なはるかです。今回作るものはですね、さっぱりして今の季節にぴったり、トマトだしで作る炊き込みご飯をご紹介します。で、このトマトだし、実はこれ今なんかテレビとかで結構話題沸騰になってて、で、実際作ってみたらさっぱりして食べやすくて、で、しかもそんなに酸味も気にならないので、本当に今の季節にぴったりだなって思って、というか今味の感想先言っちゃいましたねまあ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 、そうとは限らないんで今回は今の季節にぴったりなトマトだしの炊き込みご飯をご紹介していきたいと思います。で、そうしたらここに先ほどのトマト、で、これを弱火で沸騰させた後、10分間弱火で煮る。これで大体 の、 トマトだしは完成になります。で、だしっていうと結構こう大変そうなイメージあるかなって思うんですけれども、これはものすごい簡単です。では、トマトを煮ている間に野菜を切りたいと思います。ということで、人参は菜の上に、で、ささみは先ほどの人参サイズ、さいの目に切っていきます。それでですね、僕の動画を毎回見てくださってる方はもうお気づきかもしれないんですけれども、新しくまな板を買いました。綺麗ですねで、僕本当に今更なんですけど、生まれて初めてイケアに行ってきて、まあ、家具がいっぱいあるっていうのは知ってたんですけど、キッチン用品の多さにテンション爆上がりして、まな板以外にもお皿だったりコップだったり、いろいろと舞い上がった次第です、まあ、使い心地はこれからですね。はい、いい感じに煮えました。で、そうしたらもうあとはこのトマトの上の部分をこして、上の部分っていうか果肉、そこをこして次に進みたいと思います。で、トマトが煮えたらキッチンシートを敷いたざるを用意して、これをこして、で、あとは簡単です。で、ちょっと足りないってなったら少し水で調整してください。で、今回きのこをたっぷり加えてダイエット向けにしたのに加えて、だし汁の部分をトマトだしオンリーにして、減塩を意識してみました。で、この減塩、これが意外と大事だなと思って、健康に関する料理本
まあ、書いたんですけど、それを読んだ時に、この塩分を減らすことは、高血圧、むくみ、あと代謝アップにもなるので、そのダイエットにもつながる塩分もこう気にしていきたいなと思う今日この頃ですっていうね、なんか日記みたいな言い方になっちゃったんですけど、まあああれですね、塩分も気にしていきましょう。ではセットをして巻いていきます。では竹玉で揚げてみます。ドン。よし、ではよっ、うん、美味しそう。ちなみにこれさっき言ったイケアで買ったやつです。ではいただきます。これはですね、すっごい食べやすい。トマトの酸味だったり甘みが爽やかさ、食べやすさにつながってるので、スルッとさらっと喉を通っていく感じで、これは食べやすいです。今の季節だったら普通の炊き込みご飯より合うということで、今回はトマトだしで作った炊き込みご飯をご紹介しました。でレシピは動画の概要欄にまとめていますので、ぜひご夕飯に、あとは保冷パックつけてお弁当などに試してみてください。でこの動画がいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。